もうレオソフトボーでーす。始まりました。リアル点分析よろしくお願いします。さあ、楽しみですね。なんとね、ルーマニアにはドラグシンがいるから、ドラグシン応援枠でもありますね。独特なカードですね。ルカク対ドラグシンっていう。で、デブライネもいるしね。ベルギー結構メンバー変わってますね。前回試合負けたんだっけ？前回見てたはずなのに結果を忘れてるんだけど。ルーマニアドラグシンのコマンダーぶりがすごい。ね。ちょっとスパーズと守り方違いますからね。いやー。そうだ、ありがとう、思い出した。毒のパスミスでそれ拾われてというか、サイドフロントで無理に繋ごうとしたんだよな。その毒はまた出てますね。オナナティーレマンスで、ブケバキを中入ってきてカスタに探しとるみたいなのになるのかな。どうだろう。ベルギーめっちゃ気合入ってる感じすんね。強度すげー高いな。さあ、大外のところまでボール見えてなさそうだな。うまい！スーパーティーレマンス。ティーレマンスにしてほしいシュート打ったね。いやー、ティーレマンスっぽい血を這うようなね。毒の持ちすぎ感あるかなと思ったけどな。ほんと強度むっちゃ高いね。嗅覚から毒、外もあった。これね、すぐデブライネクレーム欲しかっただろうけどね。いやー、素晴らしかった。そう、ベルギー、ルカク応援枠なんだけど、ベルギーが前回負けてるから、前回ベルギー勝ってたら正直この試合寝てたかもしれないですけど。前回ね、オナナの相方、バカヨコじゃない、誰だったっけ、全然聞いてなかったんだよ、その選手が。マンガラだ。ボール持ったところからファイブエリアうまく取ってとか、なんかその、攻撃が機能的な形になるかもうちょっと見ないと分かんないからな。うまっ！おー！よく防いだね！ルーマニアも全然落ち込んでないな。めっちゃいいクロスだったね。ドラグシンだったんだ。しかも。ベルギーめっちゃ気合入ってんね。ルカク一人で二人抑え切った！ルカク頑張ったな。ルーマニアの判断は悪いことあったとしても。オナナティーレマンスでいいと思うな、マジで。動き直せよ、ルカク。なんでその来たら決めますみたいなスタンスなんだよ。がむしゃらに動いて点取れなくても頑張ってるって言いたいんだから。なんでこのロベルト・バッチョのスタンスなんだろう、ルカク。ルカクよりデブライネの方が動いてるのは違うだろう。絶対いっぱい動いてた時期の方が点取ってんだから。ルカクオフサイドライン超えている時間長いって。やっとが決まんね。強いけどなぁ。これ、あれ思い出すな。パブロマリ思い出すな。一番いい時のルカク知ってるかな。楽覚えちゃったな。いや、毒のこのアジリティ半端ないね。いや、ロナウドの方がライン超えてる時間短い、全然。バリエーションの一個としてやってる感じでしょ。ルカクはそれをベースにしてるからね。で、何より、ロナウドとルカクは違うからさ。ルカクはジルー側になんなきゃいけないからな。もうそういうキャリアなんだし。だって、ルカクそんな30なったぐらいでしょ、多分。そんな吹き込んだプレイスってしてる場合じゃないでしょ。31か。うん。こんな、ボール来た時だけ頑張りますみたいなさ。ルカクは斜めにさ、後ろからボール出てくるときに抜けるだけで全然スペース空くしな。けなげなルカクが可愛いんだから。ただやっぱシンプルにしんどそうだな、体が。やっぱ夜と死波があるんだろうな。今顔見たらもう。ルカクトロサルンスのが一番強い気するの応援チャンネルでは言っちゃダメでしょ。で、ルカクの使い方なんだよね。ルカクがこう背負ってるときに誰も出してあげないのよ。ここで当てればいけんのに。で、ルカクもクロスで待っててほしいときになんかまだこうやってるみたいな。その辺はな。相手見てやるみたいなこととかな。だからサッカー人間出るからな。来たね。来た。うわー、ルカク打ってほしいな。さっきは自分で言ったけど、毒で、あ、ワンタッチ、ツータッチ目が多かったな、ルカク。ワンタッチで落としてあげたらな。いや、ルカクボディバランス劣化してるな、正直な。ボディバランスって言い方っていうかな。全体的に運動量も劣化してるな。だから、フィジカル的に落ちてるからいい判断できなくなってるとかあるよね、絶対。あ、これはいいぞ！いや、ルカクに高いやつ上げる気デブライネなかったね、今の引っかかり方。トライじゃなかったらなんかちょっと、お休み前にちょっと食べちゃったとかなんかあるだろうけどな。ベストコンディションではないね。劣化って言っていいかわかんないけど、ベストコンディションではないって感じ。そう、ルカクキャプテンの方が面白いんだよね。でもこれ言い出したらもう、ね、そうなんだよ。ルカクキャプテンのあのね、いい感じに乗ってきてるのがいいんだよね。兄貴になりたい感じ。ルカクは尊敬されてなんぼだからな。そしたらデブライネが怒っちゃうからな。クルトワみたいに公には怒んないけど。ルカクは、
活躍してない時他の人より目立つからね、体大きいから。デブライネがキャプテンだと最初と話違う。でルカクにどういう風に説明してたかだよね。デブライネ戻ってきたらキャプテンじゃなくなったけど10番でっていう、そういう交渉で落ち着かせたと思うんだよな。ベストコンディションのルカクはすごいんだけどね。あとはね、ルカク自体のパーソナリティなんだよな。10番つけてる選手の扱いされてないんだよな、チーム内で。なんかこいつは無視してもいいみたいな多いじゃん。そう、普通9番だよね。キャプテンにはしたくないけどエースにはできるっていうね。いやー、ドクがねボール持った時のねこのワクワク感ってのはね、ルカクならでしょ、今日は結果でしょ、結果出すと思ってんだよ。ただそのなんていうの、90分で見ていい選手だった時代知ってるから寂しいっていう感じだね。ずっとできないんだったらあれなんだけどね、アダマトラオレ感みたいな。ルカクは90分で見ていい選手の時あるから、ルカクが悪いところとルカクの使い方とか別にそこの何もうその扱いはしてもらってない選手が、だ結局コンテなんだよな、ルカクのこと一番知ってんの。ルカクがクロス入れてもらってないチェルシー時代に文句言ってね、その後トゥヘルと仲悪くなったんで、なんで言ったんだっていうね、別にほっとけばいいのにさ。だそのぐらいルカク好きなんだよな、コンテ。でも本当ベルギーね、キャラいい人多いね、こうやって見るとね。ルカクナポリ全然ありそうだね。結構儲かるしな、あのオシメントのあの差額でね。ルカクだけ見つめてるはコンテの歌なんだな。ルカクだけ見つめてる、出会った日から今でもずっとっていう歌詞がちょっと響くもんな。チェルシーの時も獲得希望してね、その後インテルでやっと取れてみたいな。いや、ルカクはハードル上がるからな、見た目で。ルカクが決めるまでは、この配信のテーマね。コンテはルカクは試合中時々スイッチを入れてもらう必要があるって言って、ああめっちゃわかるわ。それがあのスイッチの入れ方がもうほんと昭和のテレビみたいな感じだね。殺すぞって言ってスイッチ入れて、調子悪い時叩くみたいな、ね、ルカクそれって良さそうだもんな。でこんだけさボール当ててほしくても当てないってことは練習で結構うまくプレーできてないっていうかね、失ってんだろうな。練習で失ってるとボール来ないもんな。ルカクは変えない方がいいですね。ルカク変えたらさ試合うまくいっててもさ話題がなくなるからね。ルカクはもうマスト。そうなんだよな、ルカク交代したら見る意味ないからな。バロンドールとかももう意味ないから、あれね、ルカクドールじゃなかったのね。ルカクドール授賞式だったら見てるもんな。毎年ルカクが受賞する、ゴールデンルカク賞と。ルカクって結婚してたり お子さんいたりしないんだっけ。だからいじれんだろ。ちょっとお子さんいたり結婚したりしてるとちょっといじりにくいもんね。ルカク昔、ね、インスタでケツのでかい女によくいいねつけてるって誰か教えてくれたの。ルカクお子さんいた、ルカクがお子さん、これルカクのお子さんが出てないよね、ワンちゃん。このあれみたいな斎藤道山みたいな、実は2代であの偉業を成し遂げてたみたいなさ、油売りから1代でミノを乗っ取ったと思ったら、あれ親子2代の所業だったんだみたいな。ルカク5歳ぐらいの子供いる、あそうなんだ。じゃあかわいそうだ。じゃあこっからパパ頑張れのスタンスでいこう。今出てんのがその息子さんじゃないよね。おおおおおお、来た。今ルーマニアの戦力確認してる間に引っかかって、オナナが粘ってデブライネから、これオフもなさそうだ。これは行ったぞ。いやーみんな喜んでるね。これオナナの粘りでかかったし、大丈夫だよね。右サイドバック残ってるもんな。この右サイドバック残りがちだな。北川さんいらっしゃってた、ないと思うけどな、大丈夫だよね。さあどうでしょう、ゴールリビュー。オフサイ、オフサイってなってるけど。マジかよ。ここまで。ここまでか。入らない仕様になってんのかな、ルカクの。まあでもこれもあれなんだろうな、本当に。ディフェンスラインからさ、あの、ディフェンスライン裏でオフサイドを超えたところでさ、待つ癖出てきちゃってるじゃん。だから本当に前よりも助走とかつけれなくなってんだよ、絶対。本当だったらあと一歩戻ったところからとか、ちょっと助走つけてオフサイドかかんないようにできてたのが、これ不運に見えて実際はね、普通にフィジカルコンディションが落ちてんだよね。そうだ、これは不運じゃないんすよ。だってロナウドはすごい綺麗な抜け方したじゃん、さっきの試合で。そうやってオフサイドってかかんなくするんだみたいなさ、画像で見せてほしい。ルカク陰謀論ないだろ。ルカクに決めさせないようにしてるみたいな。これはさ、落ち着いてルカク行ったよ、これは。あー、このルーマニアのキーパーいいんだよな、ポジショニングいいね。
まあ、でもオフサイドをね作った期限がな前残りなしにするためだからな、体の一部残ってたらオフじゃなくするっていうルールにしてたらねあれだけど、それだったらそれでね体の一部も残ってないようになるのがルカクなんだよ。クロス上がってくれよルカク。今ねクロス上げれるタイミングで動いてないもんなルカク。ルカク陰謀論だったらもっとやらなきゃいけない陰謀いっぱいあるからな。ルカク競らなかったけど最終的になんかいい感じに抜けたな。これなんだっていうね、いろいろやって決まんのこれなんだっていう。ルカクに集中してたらデブライネで裏抜けしてきたっていう不思議な得点だったな。だから下手に繋がないのがいいっていうの、そらしたのは相手選手だよね。でボール触ってその後なんだな、出てった後にぶつかったから。いやーでもデブライネすごい、このパターンの得点ないもんねシティでね。こっちもできるんだっていうね、やっぱこれがほんとこういうキャプテンマークってことだよな。ルカクキャプテンが見たかったけどやっぱ実力はデブライネになるよな。まあこれでルカクのアシストと。あれだな、ベルギーデブライネいなかったら見てらんない状態にもなりそうだね。これもうなんか3節目に向けてデブライネ下げてあげてほしいけどね。おおおおお、止めんなよ。右に流れてのドリブルすげえいいからな、今の止めんなよ。もういいじゃんルーマニア、もうもうルーマニアはないわけだから、もうルーマニアの逆転は。やるんだけど止めんなよ、空気読めよ。どういうつもりなんだよこのルーマニアのキーパー。あ、お疲れルカク、ナイスファイ、よう頑張った。終わったらね、そこはもうノーサイドというか、はい、レース終わったら、レースの時はもう無知打つけど、それはもう頑張って、終わったらお疲れだね。また検量室入ってバタジャー買って検疫受けて帰るっていう。テーブルはねかっこいい。私レオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアーボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか。多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。